今から京都ですね。今は夜の10時、夜行バスで行きます、京都に。一応社員旅行ですね。やっぱり日曜の夜なんで、もうほとんど誰もいない。東京国際フォーラム、そう、この東京国際フォーラムはできた時すごいかっこいいなと思ったんですけどね、こういう抜けててすごい久しぶりに来ましたね。というか、まあ毎日銀座行く時は通るんですけどね、自転車で。やっぱりかっこいいっすね。さすが、この贅沢な作り。やっぱ無駄が多いものは、やっぱ無駄が多いものはかっこいいっすね。なんでこれ全部吹き抜けですからね。要はやろうと思えばここ全部オフィスにできるわけですけど、それを吹き抜きにしてるからね。だからかっこいいのは当たり前だな。今見てもかっこいいですね。というか、まあ香港のあそこのなんだっけ、コンベンションセンターとかとも似てますけど、すげえ人の数ですね。並んでんのか並んでないのか全然わかんない。久しぶりに並ぶ。